日本栃木県羽賀郡益子町、七井中央。七井中央は栃木県羽賀郡益子町の地名。郵便番号は321-4107。益子町北部の一区域。北は七井、西、南、東は大沢と接する。一帯は益子町、七井地区の中心部にほど近く、国道121号、国道123号。 国道294号が交わる交通の要衝である。区画整理により道路の整備、建物の建て替えなどが行われ、2010年に勘地処分広告により新たに七井中央の地名が与えられた。益子町が進めていた七井第一土地、区画整理事業の勘地処分広告が2010年3月26日に行われ、翌27日より大技七井。 大技大沢の一部区域をもって新設の地、七井中央が成立した。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。最寄り駅は毛仮鉄道七井駅である。国道121号、国道123号、国道294号が七井中央交差点で交わる。このうち国道121号は、 七井中央交差点が認定区間の終点にあたる。西方向は国道123号宇都宮市方面、東方向は国道123号、国道294号の徴用区間となり、那須カラス山市、モテギ町方面、南方向は国道121号、国道294号の徴用であり、益子町市街地、大岡市方面へ伸びている。 これら3国道は区画整理事業によるバイパス開通以前は七井中央交差点の東にある七井交差点を接続地点としていた。七井地区を通過する路線バスは関東自動車により運行されている。走行経路は新道であり、七井中央地内を通過する国道123号上ではなく北に並走する主要地方道を宇都宮かさま線上となっている。 宇都宮市方面及び、益子駅方面の系統が運行されており、七井中央からは、七井中町、七井駅前、七井局前などの停留所を利用できる。ありがとうございます。